はい、皆さんおはようございます、今日はね、若干時間が遅くなってしまいました。いつものテトラです。なぜ遅くなったかと言いますと、今日はね、ちょっと別の場所で釣りを予定していって、そこに行ったんだけど、えらく風が強くて、結構ね、時間かかって行ったんだけど、釣りできずに、断念してここにやってきたという感じです。今日は車がだいぶ止まってる感じで、メジナを釣ってる人が今日はいっぱいいますね。久しぶりに始めますね。全然浅いわ。もう一個下行かなきゃだめ。この間二刀流の動画を出しましたが、今日も二刀流です。やっぱ4号の重りだとこのぐらいの波でもスルーッと落ちていくね。3号だとね、このぐらいの波でもね、結構苦労するんだよね、落とすのに。今日もね、結構渋そう。寒いからね、本当に冬モードって感じだね。完全に無反応。今週末はね、流し潮沸かし潮のサイクルなんで、潮がほとんど動かないっていう潮ですよね。まあそれに伴って釣果もかなり低迷してますね。まあここのところずっとそんな感じでね、もっと食い上げた。見てこれ、また最小記録更新じゃないの。5センチぐらいしかない。でもちっちゃい個体が生まれてるってことだよね、これね。これでどんぐらい経つのか分かんないけど、1年ぐらい経ってるのかな、これで。はい、ちびっこちゃんありがとう、バイバイ。ねえ、あんなちっちゃいのが生まれてるってことだから、あれが5年も経つとね、20センチぐらいになるわけだから、楽しみだよね。また糸が、これ。うわ、この上にも人、すごい。見てこれ、そこら中にこのピンクの 0.8 か 0.6 ぐらいの糸が散乱してる。これ誰？本当に許せないね、こういうのね。うん、ちょっとね、今日は穴釣りダメみたいだから早々に見切ろうと思います。ちょっとね、後半戦の受け釣りに、早々に行きましょう。風が強くなってきたね。はい、じゃあ浮きの、バージョン浮き吹かせ。ちょっとね、今日メジナを狙ってる人がね、結構いっぱい来てるんで、もしかしたらメジナが集まってるのかもしれないんで、なんかコマセにでもね、ピチャピチャ結構表面に集まってきてるのがいるんだよね。なんかイワシかなんかかもしれない。うん、早くメジナ釣りたいね。ここもフグ、どこもかしこもフグしかいないのかな。ちょっと餌取り多いから虫餌使おうかね。2週間前ぐらいに買ったやつだけど、ちょっと冷蔵庫で取ってたやつがあるんで、それ使おう。2週間前の餌が生きてるかな。だいぶ弱ってるけど、生きてるは生きてるんで、食いはどうか分かんないけど、こんぐらい弱った方が餌はつけやすいよね。コマセまいたら餌取りのフグかなんかが来ちゃったみたいなんで、一回虫餌使います。食われてるね、フグなんだもんね、きっとね。こういうところでやるには針がでっかいかもね。これ伊勢尻のね、確か5号だと思った。今初めて浮きが消えたね。はい、ちっちゃい海タナゴでした。海タナゴはね、浮きを消し込むあたりだよね。15センチぐらいだね。はい、海タナゴありがとうね、バイバイ。斜めにね、
浮き輪消えてたね。またゴミが流れてきちゃった。よいしょ。また消えたよ。ちょっと大きめの海タナゴ、これは20ぐらいあるかな。この後同じぐらいだね。はい、海タナゴね、バイバイ、ありがとう。2連続浮きが消えました。あ、針がない、やられた。なんかね、重りのところから切れちゃった。若干ね、針を小さめにしました。伊勢尻6号から5号に小さくした。ああ、フグだね、やっぱね。はい、フグ。分かってんのはみんなフグなのかもしれないね。と、消えた。見たな。はい、15センチぐらいね。はい、ありがとうさん、バイバイ。はい、もう一丁。ちょっとこんぐらいのがいっぱいいるみたいだね。はい、バイバイ。今日はね、浮きが消えるあたりだから面白いね。じゃんじゃん釣れるっていう感じではないけど、まあまあ釣れなくはないんで、ここのところの釣りにしてはいい方なんじゃないですかね。だいぶ低迷してるからね、やっぱね、最近ね。おっと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 、はい、連発。はい、これも15センチぐらい。はい、バイバイ。今のは仕掛けを上げようとしたらかかってました。釣れたという感じじゃない、かかったという感じ。浮きが消えるまでいかないあたりがね、続いてる感じ。消えないね。これ消えるまでいかないのはフグだね、きっとね。おっとこういうのが多い、上げようとするとかかる。はい、7号同じぐらい。ちょっとライントラブルの間に魚がかかってる。うわ、飲まれた。浮き釣りは終わりにします。で、少しだけ穴釣りをやって帰りましょうね。あんまり水深は変わんない感じだね。一個下降りようね。ほら、そう、ちっちゃいね。でもね、15だね。はい、15センチの紫ちゃんです、ありがとう、バイバイ。ちょっと時間置いたら少し戻ってきたのかもしれないね、魚がね。さっきはうんともすんとも言わなかったからね。踊ってる。ちっちゃいくんでした。当たりめちゃくちゃ小さかった。10センチぐらい。はい、ありがとうさん、バイバイ。泥目みたいな当たりだった。うわ、やっぱ小さい。10センチ未満、バイバイ。
でも小さいけど来た時よりはいるね。今日は潮がほとんど動かない日なのに、このサバ何なんでしょうね。うわ、めちゃくちゃラインがダメージ、すごいガリガリのしてる。切ろう。ちっちゃいんだな、やっぱな。カサゴでした。これは10センチくらいかな。はい、ありがとうさん、バイバイ。この間も言ったかもしれないけど、やっぱりちっちゃいのがいるってことは有望だよね。ズンズン来るあたりがね、今日は味わえてないんだよね。せめてね、レギュラーぐらいあれば、15、6センチあればね、結構いいあたりが味わえるんだけど、そこまでの魚が今日はいない。ちょっとね、最後ね、がっつりあたりを味わいたくて、ちょっと粘ったんだけど、ダメそうなんで、今日はこれで終わりにしましょう。ということで、今日は朝っぱら、本当はね、もうちょっと、南の方行ったんですけども、結構な暴風で、急遽このいつものテトラに来た感じですね。で、まあ、浮き釣りと穴釣りとやってきたと。全体的には振るわない、まあここのとこずっとそうだけど振るわない感じですね。穴釣りの方はほとんどというか、今日釣れた魚のほとんどが10センチ未満でしたね。まあそういう時期なのかもしれないですね。でね、受け釣りの方は、もちろんメジナを狙ってるんですけども、ウミタナゴが、4つ10つぐらいかな、出たのかな。まあ最大で20センチと、まあこの間と大体同じ感じですね。まあ全体の感じとしては、全く釣れない時期に比べたら、まあちっちゃい魚、浮き釣りの方はアミタナゴというような魚が顔を出してくれるようになったんで。でまああとは、穴釣りの方で、結構ね、ちっちゃい5センチとか、そんな個体が、ムラソイ、カサゴともに釣れたということで、魚がいなくなる前兆であればそういう魚もいないと思うんで、そういう魚が釣れたってことは、まあ来年あたりすごい期待できるような気がしますね。まあこれでもうちょっと寒くなってね、冬を迎えて、で産卵する目魚が、こういうねテトラとか浅場に帰ってきてくれると、またねちょっとでっぷりとした釣り心地が、重い目魚がね釣れるようになってくれると思います。12月から1月頃ね、そういう個体が増えてくると思います。楽しみですね。はい、そんな感じで今日は終わりにします。またねー。